佐藤あやみです。そしてはい、しほチャンネルです。イエーイ、初めてのコラボです。初めまして、皆さんお世話になります。なっております。お邪魔します。はい、意外とね、合ってんだけどね。そう、合ってるんだけど、全然コラボね、しようしようっていう話だけが盛り上がって実行に移せてなかったなかなかできてなかったんですけど、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでですね、はい、今回はじゃーん、プラザで2人でお買い物してきました。こうやってやるよね。そうよ、イエーイ2人バージョンというわけで、今回は、2人でね、もうバラバラにお買い物して、うん、同じ空間にいるんだけど、もう全く口も聞かず、うん、はい、そんな感じでお買い物してきました、はい、2人の購入品をご紹介していこうと思います。では早速、スタートー3つずつ買ったんだよね。はい、3つずつ買いました。気になっているものとか欲しいものを、うん、そうそうそう。じゃあ1つずついきますか。はい、じゃあまず私はあやみさんから。はい、はい、まず1つこちらです。じゃん、はい、パパッと綺麗、自然に際立つまつげ速乾フィルムマスカラというものですね。はい、名前じゃないはい、仕切り直します、はい、オペラマイラッシュアバンスト、あ、違う、アドバンスト01番ですね。黒のカラーですね。はい、はい、こちらを購入しましたね。その後にパパッと綺麗、自然に際立つまつげやね。はい、そうそうそう、はい、というわけでこちらね、これはね、うん、私も使ってる。てか今ももらいました。そう、え、別々で買ったって言ったじゃんそう、そういうことぐたぐたじゃん、設定が。これなんかあやみがね、うん、マスカラにちょっと悩んでるって言って、ちょっとこれだけはアドバイスさせていただいた、教えてもらったやつで、すっごい細いらしい。そう、ブラシスリムブラシって書いてる。はい、こんな感じのね、めっちゃくちゃ細いブラシみたい。すっごい細いよね。そう、細くて塗りやすいし、この見た目からしても細いもん。だって指って感じすごい細くて笑っちゃうなんとお値段も951円っていう、安い。なんか普通のマスカラって、ね、1000円超えるよね。超える、うん、すごいお得。そう、お得ですし、うん、でしお得ですし、お得です。はい、というわけでこちらを私は購入しました。1点目です。待って、私もマスカラなの。あ、そうやん。じゃあ、はい、私が買ったのが、うん、デジャブのこのぬるつけまつげのシリーズの地まつげ際立てのマスカラです。はい、はい、でこれはもうね、私の動画めっちゃ出るよ。へー、あ、じゃあリピート、もう3か4本目のリピートです。リピ品めちゃくちゃリピ品で、うんうんうん、ね、開けていい？どうぞ、お願いします。もうどうせなんか使うと思うから、うん、そう、これは細い、やばい、うんうんうん、こういう感じで、あ、糸みたい、糸こんな感じですっごく細くて塗りやすくて、うん、私はね、あのやっぱね、まつげ大事なので、うんうんうん、これを使ってまつげをギュインギュインに、なんかまつげ悩んでたりとか長さがないとかって人でもしっかり地まつげキャッチしてくれるので。確かに細いからね。そうそうそう、だからすごくこれはおすすめしたいです。これも見たい、どのくらい細いか。どうぞ見たく、あ、こっちの方が太い、うん、でも細いよね。細い、普通のものよりは全然細い。でも比べると、比べるとこんな全然違う。こんぐらいですね。違う、全然、うんうんうん、そう、すごいね。すごいちっちゃい。それなんか長さもちっちゃいというか短い。あ、変わんないわ変わんなかったスリムだね。でも、すごい、すごくスリムだし、うん、塗りやすいので、私こっちも好きだし、こっちも、うん、じゃあスリム派ってことやね。そうそう、細いね、マスカラが好きだね。はい、はい、次はこちらです。じゃーん、アイクリームでございます。ザ・アイクリームってやつやね、うんうん、はい、本気のアイクリームらしいで、なぜアイクリームを買ったかというと、うん、最近ね、うん、何、目の下が乾燥して、なんかファンデーションが何埋まる、あれ、小じわに入り込んじゃうの。イエス、だから年を感じだして。ね、待ってよ、根元に。ね、待って皆さん、あやみのチャンネル見てくださってる人ね、私のこと知らない方いるかもしれないですけど私より若いですから。変わらないから。でも変わらないよ、結局肌をどんだけいたわってあげてきたかっていうのが多分出ると思う。あ、このぐらいになってちゃんとね、ケアしないとね、うん、そうっていうのを本当に感じて、つくづく最近、うんうん、買いました、ついにアイクリーム。あ、すごい、こんな感じで、なんかここをクリッて開けたら、あ、チューブになってて、こうダイレクトにね、この目の下とかにこうやって塗れるような、塗りやすそう、ちっちゃいし、うん、うんうん、ちょっと出してみたい。どういう感じだ、もったい系なのかな。私もね、これ使っ見るけど、使ったことは私もなくて、硬い、割と。あ、でも匂いするよ。あ、本当だ、匂いはでもなんか美容液って感じの匂いやな。何、美容液って感じ。でもなんか
甘さもある。本当私鼻変かな、なんか無臭ではない。うん、いやらしい感じの匂いはしない、うん、いやらしい。いやらしい、なんでそこに反応すんの。いやらしくはない、いやらしくはないです、はい、でもすごくなんかこうね、害のないというか匂い、誰でも使いやすそうな。そうですね。あ、でも意外となんかすごいしっとりして膜張ってくれる感じじゃない、うん、ピッてしてくれそうな感じ、うん、これは今後ちょっとレビューね、またよかったら皆さんにおすすめしていこうかなと思います、うん、そんな感じ。はい、はい、だと、と私はですね、はい、これからの季節に欠かせないこちら、じゃんじゃん、スキンアクアのトーンアップ UV エッセンスの日焼け止めエッセンス、ラベンダーカラーのものです。はーい、はーい、これよく見る最近 CM で、うん、私でもスキンアクアは普通に使ってるし、うんうんうん、だけどラベンダーは初めてで、カラーがね気になる。そうそう、おまけになんか今アリスとの、うん、コラボみたいな、コラボパッケージ、かわいい、ね、かわいいよね。シミが本当にあのねここら辺にね、わっとね、出てき始め、浮き出す、浮き出してきて、すごい気になってたから、うん、やっぱ日焼け止め大事だなと思ったし、顔だけにね、限らず塗りたい、うん、これ全身にも使えるってことだよね。あ、顔から大丈夫だ、顔から大丈夫、化粧した時もって書いてあるし、本当だ、え、可愛くない、入れ物も、めちゃくちゃ可愛い、パッケージが、パッケージがめっちゃ可愛い、アリスの柄がついてます、可愛いよね、可愛い、めっちゃ可愛い、うん、あ、え、めっちゃ紫やん、ほんとだ、めっちゃ紫、わかるかな、あんまりわかんない、結構紫、うん、馴染む馴染む、ね、馴染んでる、顔も ね、体も使えるので、うんうん、これからの季節、私はちょっとしっかり紫外線カットしていきたいなと思います、うん、大事、はい、最後こちらです、じゃーん、来た、はい、来ました、メイベリンシャインコンパルジョン SRD01 番ですね。はい、こちら開けてみます。リップはどんな色？はい、こんな色なんです。開けてみます。赤いです。赤い、王道の赤色っていう感じの、うんうん、使いやすそうなカラーですね、うん、リップね、今日忘れたので、そう、忘れちゃった、そう、午前中お仕事一緒にしてて、うん、リップ忘れたことに気づいてあのついでに買おうということで、うん、気になっていたリップを購入しました。これめちゃくちゃ発色いいよね。めっちゃいい。めちゃくちゃ発色。すごいよね。うん、すごい。一回塗りでパーンって出るから。うん、なる。本当に。そうそうそう。ね。使う量もさ少ないから、うん、なくならなさ。なくならコスパいい。ね、コスパがすごくいいと思います。うん、プチプラだから、うん、それでコスパいいってね、なおプチプラって感じ。うん。プチプラの。本当面白い。プチプラのプチプラですね、これは。うん、はい、これもね、でもね。なんか迷っててリップでこれにしようかなって言ったらいいよっておすすめしてくれて、うん、私も他の色持ってますけど、うん、すごくいいです、いい、これと、はい、いう感じでこれを購入しました、はい、でね、あのそう、これにちょっと関連付けてというか、シホのチャンネルでもポーチの中身をご紹介しておりますので、はい、見てください、見てくださいで、私はい、お願いします。最後にこちら、じゃーんこのキャンメイクのカラフルネイルズ N の06番のポリッシュを購入しました。足はこれ自分で塗ってて、うん、手はいつもちょっとねネイルサロンに行ってるから、うんうん、手はやらないんですけど、足ね、これから足ね、そうだ、そう、見えてくるから、うん、見えてくる、うん、見えてくる時期、出す機会がね、うん、増えるので、やっぱね自分もね色がついてるとテンション上がるし、これをねちょっと塗ろうかなと思います。可愛いにいつ用か迷ってたけど持ってます。あ、同じの？お揃い。あ、そうなんだ。すごいね。逆にすごい。お揃い。いつよかなってムズムズしとった。この色。え、なんかこの色かわいいなと。かわいい。そう、かわいいよね。よね。うん、かわいいと思って。そう、こういうね。なんかピンクだけど、くすんでるよね、そう、めっちゃくすんでて、でも発色良さそうだし、うん、いいよ。そうそうそう、だからこれね、私も他の色は持ってるけど、キャンメイクめっちゃ良くないね、ネイル、うん、全然使える、ね、使えるよね、いろいろ売ってるけど、うん、キャンメイクはめちゃめちゃ私もお気に入り、おすすめです、これは、はい、これをね、ちょっと足塗ろうかなと思ってます。はい、そんな感じで今回はプラザで購入したものたちをご紹介しました。はい、しました。はい、どうでしたか、どうでしたかね、いつもはね結構しっかりレビューなんだけど、あやめのねチャンネルはゆるゆるでいいよってことだったので、はい、ちょっと一緒にねゆるーくゆるーくやらせてもらいました。いつもみたいにじゃーんってこんな感じです。じゃーんありがとうございます。いやいや、こちらこそ、ね、私のチャンネルでもね、うん、さっき話したけど動画を撮らせてもらって、一緒にね動画撮ったので、はい、ぜひ見てくれたら嬉しいです。お願いします、お願いします、見てください、見てください、はい、そんな感じで、はい、皆さんこの動画良かったよ、
買ってみたいなって思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。お邪魔しました。